あ、これが俺の今の全財産ね。どれかが少ないんだよな。で、多分これ100枚ある。100枚。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、わけわからんね。ちょっと待ってね。で、細かいのはちょっと一回抜きます。あれ？なんかおかしいぞ。まあいいや。で、これ何枚あるか数える。違うんだって。これで40な。これで50な。やったか。あれ、やばい、ちょっと待って、分かんなくなっちゃった。こっちが何枚だっけ。60、あ、これ60ね、はい。60な。多分これだ。俺が使ってたの90。これで90でしょ。90でこっちが100枚、こっちが100枚な。これで100枚か。これ90枚だもんね。
1、2、3、4、5、6、7、9、はい、これで100枚です。厚み同じか、これ本当に100枚か、これ本当に100枚か。これ100枚、こっちも100枚あった、うん、これはいくら分だ、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、2000万ドンある、これ2000万ドンな。いや、最後に突っ込んじゃった。到着やめて、本気でかなり1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、20ね、あれ、何いくらだ、20な。やっぱ100だ、この束100だ、もらったやつで、俺投資金額150万だから、あと、投資が、120万負けっていうのは昨日の取り分を取り戻して120万負けだから、これがだいたい3000円で、これで90万、これで90万な。これいくらだ、これ10万か、これいくら、1、10、100、1000万、10万、12万ぐらい、12万ぐらいだよな、これ12万ってことは100万、これで100万な、100万、102万な、しっかり計算すると。102万な。ちょっと細かいのちょっと一回出す、しっかりお金のことしっかりせんと。この札一番汚いんだよ。
これはちょっとカウントしません、細かすぎるんで。問題は次こっち。5万だろ、5万ドンだろ、20万ドン、50万ドンが、あ、500万のか、1、10、100、1000、万、10、50万ドンに3、4、5、6、7、8、9で200万ドン、10万ドンだろ、5万ドンだろ、じゃあここか、10万ドン、10万ドン。ってことはちょっと待ってよ、これ9だっただろ、でこれ全部合わせて、これ10枚、この50万ドンが10枚で3万円なの、だから20、20、30、40、これ20万ドンでしょ、です、これ10万ドンだから30万ドン、40万ドン、でこれで50万ドンだから、これで3万円、これで3万円、これで3万円な、でこっちに102万だろ、で105万なわけよ、こっちで105万、そうだ、あと50万っすね、ざっくり言うと、うん、だからその生活費も全部込みで、あの使ったお金も全部含めてそれをマイナスにするとするなら、あともうすごく大まかに言うと60万。です、飯食ってね、60万足りない、うん、だからそうだね、だから昨日と一昨日で100万取り戻しました、100万ボンってきた、ドカンって、だからあとマジ日本に帰れるのはマジ60万プラったら帰れる、いや屋形船行けたじゃんとか言うけど、あの
ギャンブルって勝てるか勝てないか分からんじゃん。でもし勝てて、じゃあもしじゃあ行く予定でさ行って帰れない、ドタキャンしますってなったら向こうに迷惑でしょ。いやもうバカラとかやりません。もう配信外でやるとそれこそクソつまんないんで、これでだいたい3万円と思いとけばいい。これ全部で3万円ね、500万。今日はちょっと節約して近くのレストランで食います。ピザ1枚、あとお酒ちょっとだけで、もう一泊します。で今からフロント行ってもう一泊したいですって言いに行きます。いやこれも持ってかん方がいいでしょ。これ置いてった方が良くない？さすがにこれパクられたら俺もう人生積むわ。で3万あれば足りるから十分、こっちで暮らす生活もうこれは、うん、まあ、精密に言うと40、あっまあいいか、これちょっと、ここで、やべえ危ないか、やめとこう。やめ、いや金庫はって言われてもね、違うし、違いますよ、全く違う。それもう一泊チェックで、これか、まあと50万あ60万かプラスプラったらね、60万出したらじゃなくて投資分プラス、明日ね投資分プラス60万円買ったらひげ剃れます。うん、ようやく、マジ大マジ、いや誰って思うでしょ。俺も今自分のこうやって顔映ってて気持ち悪いもん。違う、これは黄ばみじゃないだろ。うん、7000枚は出ないと帰れない。だから俺分かったんす、一撃で出そうとするんじゃなくて、例えば1日30万、1日20万プラったらそれ3日で終わるじゃん。それをやったらさ、
お疲れです。おう。小林さん、電気代もありました。電気代？はい。あ、バーコードのやつ？そうっす、コンビニ払いのやつ。なんて書いてあるっす？なんて書いてある会社名は？エコ。スマデン、スマデンアイグリッドソリューションス。あ、スマデンか。あ、いいよ、ほっといて、それは。ほっといていいっすか？うん、あと、あれが欲しいな。ガスのさ、はい、振り込み先のやつ。あ、送りました。多分黄色か赤、はい、赤の紙だと思うんだけど。送りましたよ。あ、本当？ピンクのやつ。あ、ピンクのやつ。これは、あれっす。もうガス止まってます、小前さん。ですよね、払っときます。で、電気は、これは4月1日までって書いてありましたよ。4月1日まで？スマ電は。え、いくら？で、電気いくらって書いてある？1万1000っす。で、1万1000。で、小前さん、今写真送ったんすけど、うん。あそこにあったお金をかき集めてぴったりあるんですけど、払っちゃいます？あ、それで払って。払っちゃっていいっすか？払っちゃってお願いします。あ、すいません、本当に。で、あとさ、はい、水回り、洗濯はどうなってるの？洗濯今全部回しました。コインランドリー？はい。ああ、ありがとうございます。でも、風呂の排水口やばくて、うん。水は流れるようになったんですけど、うん。だってまた今度やります、それは。俺のチンゲがいっぱいあった。はい、俺のチンゲがいっぱいあった。いや、もうチンゲどこじゃないっすね。もうなんか、なんか、塊になってました。あ、いや、やりました。やったんですけど、流れるようにはなったんですけど、うん。あと、食器のところ何でしたっけ？洗面台じゃなくて。うん。台所？台所石化してました。どうなってました？どうしました？それ。取りましたけど、ゲロの匂いしました。すいません、ありがとうございます。じゃ水流れます。あれ、カンカンとかゴミステーションあるからね。入り口出て。あ、なんか、カンカンはコラちゃんが捨ててくれたみたいです。あ、そういうことか。はい、今から洗濯取ってきます。はい、すいません、ありがとうございます。いやいや、こちらこそすいません、勝手に。いやいや、こちらこそ。いや、ありがとうございます。こちらこそ。いや、ありがとうございます。いや、小林さん、スロット頑張ってください。はい。あといくらですか？あと60万ですね。小林さん、リスさん取れました。あ、おめでとう。ありがとうございます。60万頑張って、60万やっぱ取り返すまで帰らないですか？帰りませんね。待ってます。はい、すいません。じゃあ小前さん、じゃああと洗濯やっておきますね。はい、すいません。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、
支払いでしょ。降らないですね。ありがとう。ちょっとロビー行きます。あのペリッパ君にあのアイテム投げてきてあげて、地図とか。投げろよ。もうさ、扱いひどくない？もう言より。向こうからやりたいって志願してきたからね。
断る理由がないよね。ぶっちゃけ。で、なんで俺あ、やべえ、俺間違えちゃった。こいつ、ケーキかよ。うわ、間違えちゃった。俺、別のアイテム買っちゃった。うわ、もったいな。くそ、最悪や。別のアイテム買っちゃったよ。ありがとう、ナイス。アイテム切れた。あ、ニコおいしょうふうさん、何のアイテム？これじゃないの？このお酒のやつでしょ？これで65万円になりました。どんどん増えていく。これでいこう。
60までに実際いけると思う？俺はきついと思うけどね。You play the casino or the cash? Yeah. Oh my god. Oh my god. Crazy. Many money lost. Yeah. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. And so many. Yeah, so many dangerous. Yeah. No dangerous. Ready? Fever? So hot. No problem. No problem. Yeah. Yeah. Okay. No dangerous. I don't make sure. Okay. No dangerous. Poop, chew.
So people no maybe dangerous. Maybe dangerous? Yeah, maybe. Oh my god. Yeah, maybe dangerous. And so do you need the kill the in. Yeah, kill. So, my foot. Yeah. Now. Oh. Danger. Yeah. Wow. So you need the boss. Killer. Please. Okay. I bring to your room. Okay. Okay. No problem. No problem? Yes. It's okay? Okay. Okay, I got the key. Eh? It's 10. My room, no problem. And casino, many casino. Ah, boom. No casino. And room, no poom. No poom. No poom. No. Yeah. No problem. No. Yeah. Casino, poom. Many poom. Ah, boom. Yeah. So dangerous because dangerous. The casino so many person. So. Yeah, maybe had. So. Yeah. がいっぱいいるってこと。伝わる。Okay. Thank you. My restaurant. Restaurant. Yes. You go to the restaurant. Yes.Okay. Enjoy it. Thank you. You keep the money. Be careful. Keep the money in the これ? Bank. Yeah, keep. Keep, はい. Yeah. はい。はい。Keep, yeah. はい。Hello. Hello. はい。Hello. はい。Yeah. Yeah. はい。So you just stay alone? Your friend in the... Your friend? Your friend? Yeah. Ito. Ito. Yeah. Ito and so...the last time you stay here, you have three person. Three person? Yeah. You have. You have. You have two friends. Two friends? Yeah. No, I don't Japanese now. Japanese, Japan now. Yeah. Only. Only. Casino. Only. Oh my god. Many money lost. Yeah. Oh my god. Oh my god. You mean...You should be stop it. What? You should be stop the casino and enjoy around. The... Enjoy, ne? Yeah. Ah, okay. Hello. Hello. Goodbye. Casino, how much? Ah, Nico, you show. Izu-san, ありがとうございます。すごいんだよ、あの人ベトナムも話せるし英語も話せる。ユキ通って言ってたよね。蚊に刺されたら危ねえんだってマジで本当に。
嫌な俺シンプルに服帰り買っていくかってことはあと俺あれちょっとお金計算しとかんと今いくらあるんだっけ19,000円ぐらい。うん。いかねえよお前。なんでやっぱりキャバクラなんて言ってもバカみたいに金使うんだよあんなのも。言葉も通じない。言っても無駄じゃねえか。必殺毒斬り。必殺今日一日カフェオレとコーヒーを交互にタバコを吸いまくって胃の中にあるやつも全部含めて最悪な組み合わせの毒斬り。気をつけないといけない。たまに不意に入れずにむき出しで歩いてる人いるから。こういうひげの男の人いい？好きな人いる？剃ってほしい人ってどれぐらいいます？ちなみにちょっとアンケート取ろうかな。なし、あり、なし。ちょっとこれアンケート取ろう。なしありアンケート。ひげがなし、ひげがあり。必死のネタで草。必死じゃねえだよ。ネタもクソもねえだろ。他のフワッチの配信者見てみんよ。他の話題だけじゃないか。お疲れっす。いらっしゃい。地図ありがとうね。地図ありがとう。ありがとうございます。こんなの情けない僕に。おー、くだって、大丈夫か。服が不潔だ。洗ってるっちゅうに。これもあ、じゃあ昨日これ2日目だけど、別に2日目なんてよくないか。あ、これ何やってんの。なんでこれ全部うるさいんだ。見て、これ何。うわ、高っ。ちょっと待って。1、10、100、1000、万、10万、100万。え、どういうこと。あ、おい、そういや、おい、見た。おい、思い出した。あのね、世界の横沢いるじゃん。思い出した。え、てか、こう、うまそうじゃないっすよね。
あ、5個おいしょ。あ、まーちゃんありがとうね、おいしょ、ありがとう。世界の横沢レッツギャンボーってやつ、レッツギャンボーってあの人ミリオンゴッド来てたんだよ。でしかもレートが100倍、特別に。で俺が行ってるカジノ、あ、カジノでレストラン、いつもレストラン行ってた、 YouTube で見た。あとはちょっと今日も落ち込んでるやつ探すか、俺と同じやついた。お前は何を考えているんだ。8800円、高いな。うわ、喧嘩するなよ。うわ、怖っ。今日の水族館、今日元気いいな、みんな。うわー、うわ、グロ。友達じゃねえよ、マジやめて、本当に。ざけんな、マジ。俺じゃねえし。で、ここね、してた古代のね、魚いるんよ。あ、待って、お前前もいなかったか、ここに。やる気ない、浮かぶ気力もない、ね、浮かぶ元気もない、もう全てなんか人生の終わりだみたいな。今日仕事疲れた、俺もだ。お前明日何すんの。俺明日仕事だよ、だりーな。お前もか、俺もそうだ。しかも今日パチンコで6万すっちまった、マジで。お前はまだ6万で済んでよかったな。俺9万だよ、何のために働いてるか分かんねえ。頑張ろうみたいな感じじゃない。あ、のーちゃん、おいしょ、ここありがとう。わかるよ、その気持ち。あ、えい、えい、グロ、えいって、えいって強烈な毒持ってるんだよ、これ。えいでね、マジ、あ、いる。